コンシュコンシュは、香港島中心部の商業、住宅、館長街である。アドミラルティの名は、かつて同地にあったイギリス海軍の基地名に由来する。香港18区では、中西区に属する。コンシュは、ビジネス街中間、庶民的な商店街と館長街が入り混じるワンチャイに挟まれた地区である。香港政府の本部があり、英国をはじめとする、各国領事館が多く、 ピークトラムの下の乗り場はここにある。香港島を代表する都市公園である、香港公園もある。中間はビジネス街とごちゃごちゃした飲食店街や香港庶民の街も広がるが、ここ今週はほぼビジネス街で、世界的銀行の香港支店や、香港を代表する企業の本社などが軒を連ねる。MTR 今週駅は湾線と港島線の乗り換え駅である。 中間駅でも乗り換えは可能だが、駅の構造上、今週駅の方が簡便に乗り換えることができる。MTR 社の路線図でも、今週駅での乗り換えを推奨するような記載がなされている。また、駅近辺には多くの路線が発着するバスターミナルがある。今週駅からは、香港公園と西武と英国系百貨店レーンクロフォードの入っている高級ショッピングモール圏。 オフィスビルパシフィックプレイスに直結し、それに隣接するように、アイランドシャングリラホテル、コンラッドホテル、マリオットホテルなど、香港有数の高級ホテルもある。香港公園には、体育館、スカッシュ場、温室、着文物館などの施設がある。また、高等法院はここ、トラム沿いにある。ありがとうございます。